介護士と保育士の夫婦寮レズニカルガスの雑草男チュンとタカちゃんでございます。はい、そんなわけで虹色動画本日も頑張ってやっていきましょう。紫色草超簡単楽楽ヨガ30戦30連発の本日ドンドン10、12発目、はい、行ってみましょう。今日はですね、タツの落とし子ポーズというのを行っていきたいと思います。前々回でやりました、仰向けねじりのポーズに、近いアプローチなので、もうそれこそ、腰痛、肩こり、内臓マッサージ、便秘解消、背骨をストレッチングさせて自律神経の安定、もう複合的にいきますので、もう僕の大好きなポーズの一つですね。しかも、前回のよりもさらに、腰の腰方形筋とか、あと広背筋かな、あの辺の筋肉をグッとストレッチ度が増すので、腰痛予防にさらに効果が発揮できると思います。それではいきましょうか。はい、またこう、横になっていただいてですね、膝を立ててください。そして、まあ、右足で左の足をこう組みます。組んで、この組んだ方の足の重みで、体をひねり、体を右サイドに倒していく感じです。両腕は大きく広げて、手のひらを上に向けます。そして、この足は右にねじっていくんですけども、この時に肩がなるべく浮かないように浮かないようにして、脊柱起立筋のねじり、そしてこの時です。ここ、広背筋から、腰方形筋、大腰筋、この辺りがグッとストレッチするのを感じると思います。これを、まあ、無理のない範囲で、伸ばしていってください。これは腰痛予防にかなり効果が発揮できると思います。それでは、このまま、はい、上天井を見上げて、足を倒していきます。はい、 OK。はい、倒したところで息を止めずに、ここで大きな深呼吸、大きな腹式呼吸を続けます。鼻から吸って吐いて吸って吐いて、肩の力をなるべく入れないような感じでいきましょう。吸って吐いて吐いて、はい、それでは足を組み替えて、今度は反対に倒していきます。ゆっくり倒していきます。はい、腰の奥のインナーマッスルが伸ばされていきます。はい、ここで深呼吸します。はい、大きな腹式呼吸ですね。吸って吐いて吸って吸って吐いて、この時に感じると思うんですけども、左右差ですね。左足を上にした時と右足を上にした時、普段の日常生活で多分ね、骨盤とかいろんなものの癖がついてると思います。左右差をね感じること、これもね自分の体を向き合うためにね大事なことですね。あ、僕ちょっとこっちの左倒れるときなかなか倒れにくいですね、はい、さあそれではですね、はい、さらにですね、組み替えて今度は同じように組むんですけども、さらにこの足をぐるっと絡めます。絡めて手を上に持ってきて、はい、これで同じように倒していきます。はい、これが立つの落とし子ポーズです。はい、グッと。お、あたた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 。ちょっと。ああ、そうなんですよ。これね、なかなか普段伸ばさない筋をねケアするのでね、そう釣ったりするんですけども、今もし内転筋が釣りました。あれ、こっちはこうか。こっちですね。
右足を上から絡めて右に倒していきます。この時にね、やっぱりね、普段伸ばさないところを伸ばすので、息を止めてしまったり肩に力が入りがちなんですけど、ここを呼吸でリラックスに持っていきましょう。吸って吐いて、はい、腹式呼吸をしてリラックスが得られた瞬間に、奥底のインナーマッスルがふわっと伸びる感じを感じると思います。普段はね、そのね、アウターの筋肉がガチガチだとついつい力が入ってしまうんですけど、そこでね、そこの筋肉で支えてるんですけども、そのやった時に腹式呼吸でリラックスできた瞬間、奥の筋肉がふわっとね、ストレッチングできるのを感じます。はい、今度反対やって終わりましょうか。反対は、これ反対僕苦手やねん。反対絡めて、はい、このまま倒していきます。あら、で、吐いて、でしょうか。僕今ね、こっち側に倒すときにね、なんか全然倒れないですね。いつも思うんですけど、それ多分普段習慣的には足を組むんですよ、座ってるときに。それだと思うんですね。今僕こっちはいつもこっち向きで足組むんで、これやりやすいんですけど、逆足の組むとこれがうまいこといかなかったので、普段なるべく足を組まないか、もし組むときは逆クロスで組んでみようと思います。はい、そんなわけで本日はタツの落とし子ポーズでございました。はい、皆さんね、キーキーライフに向かって、ゆっくりね、自分のペースで進んでいきましょう。それではリズムカルガスのザ・ソトコ赤ちゃんでした。いつもありがとうございます。お気に、どうも。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス、いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。